北国新聞ニュースをお伝えします今年の島生恋愛文学賞に吉田修一さんの小説ミス・サンシャインが決まりました島生恋愛文学賞は旧三河町が地元出身のベストセラー作家島田誠二郎の業績をたたえて創設し3年前からは金沢学院大学が主催しています 文学賞の選考委員会は、昨日大学の中で開かれ、作家の村山由佳さん、島田雅彦さん、桜木志乃さんと金沢学院大学の秋山稔学長が学生たちが絞り込んだ3つの候補作から満場一致で、吉田修一さんの小説ミスサンシャインを選びました。吉田さんは長崎市生まれで現在54歳。 パークライフで芥川賞、国宝で芸術専賞文部科学大臣賞を受けています。今回の受賞作は、大女優と大学院生の物語に、日米関係や戦時下の問題などが絡んだ複雑な小説です。島瀬恋愛文学賞の贈呈式は、8月上旬に金沢学院大学で行われる予定で、吉田さんは、 歴代受賞者を見てもかなりユニークな賞でありいただけるのは本当に光栄だと喜びを語りました金沢市内の小学生が有効都市になっている東京目黒区の児童とダンスなどで交流しました金沢を訪れたのは 東京目黒区立上目黒小学校の六年生51人で、2泊3日の修学旅行中に馬場小学校を訪れました。昨日の交流では、双方の六年生が一緒に昼ご飯を食べ、馬場小学校の児童70人が練習してきたダンスを披露し、上目黒小学校の一行から手拍子で応援を受けました。 また上目黒小学校側が学校の歴史や区内に住む芸能人などを紹介し馬場小学校側も卒業生の文豪泉鏡花徳田修成小山徳次郎や東山の寺院について解説しました。両校の児童は馬場高架にある東茶屋街も散策し目黒区の小学生たちは「緊迫だ 木の建物が多いね、などと城下町の風情を楽しんでいました。馬場小学校の松本京子校長は。都会に住んでいると、古い町並みが余計に新鮮に移ったのではないかと話していました。金沢マラソンのオンライン大会は、参加ランナーの募集が来月二十八日まで延長されることになりました。 金沢マラソンのオンライン大会は、今年9月8日から1ヶ月間開かれ、参加ランナーはスマホの GPS アプリを使い、期間中に目標とする距離の達成を目指します。大会種目は、目標の距離別にフル100キロマラソンなど4種目あり、もともと今日が募集の締め切りでしたが、4種目合わせた定員4,000人に対し、参加の申し込みは、 およそ半分にとどまっています。このため、金沢マラソン組織委員会は、オンライン大会の募集を来月28日まで延長することを決めました。オンライン大会では、乾燥したランナーに対し、抽選で100人に来年の金沢マラソンに優先して出場できる権利が贈られます。また、外れた人に抽選でプレゼントされる 金沢石川の食の特産品は、参加を促すため提供数が増やされ、600人に送られます。石に動物を描いた石ころ図の作品展が、来月7日から野見市の石川動物園で開かれます。石川動物園では、 獣医師の北川和也さんや職員などが2014年から園内で飼育されている動物を石に描き石ころ図を作ってきました石ころ図は動物の愛らしい様子が色彩豊かに表現され来園者の人気を集めていましたしかし作品作りの中心になってきた北川さんが今年2月に学芸員になり 制作時間を取れないため10年の節目を迎える今回の作品展で区切りをつけることになりました最後の作品展は来月7日から来年3月末まで開かれこれまでの旧作に新作を加えおよそ100点の石ころ図が紹介されます金沢市内の寺院が 四万六千日の行事を知らせる張り紙を準備しました。四万六千日は旧暦の七月九日に営まれる行事で。この日に参拝すると、四万六千日分の功読があるとされています。金沢市観音町三丁目にある新言宗の観音院では。今年は八月二十四日に。 4万6000日の行事を予定しています住職の安年商工さんは昨日、墨を塗った半着に紙を置きバレンを使って行事を知らせる張り紙100枚を仕上げ来月下旬から近所の家や商店で掲示されます観音院では行事の当日に吊るすと魔除けや商売繁盛などのご利益があるとされる陶器火が およそ3000本販売されます以上、北国新聞ニュースをお伝えしました